ボスウォッシュはアメリカ合衆国北東部の一つの帯となっている都市圏の総称であるマサチューセッツ州ボストン都市圏からワシントン DC の間でロードアイランド州プロビデンスコネチカット州のハートフォードニューヘイブンスタンフォードニューヨーク州のニューヨークニュージャージー州のニューアークペンシルベニア州のフィラデルフィアデラウェア州のウィルミントン及び メリーランド州のボルティモアの各都市圏が含まれている。地理的な傾向はフランス人地理学者ジャンゴットマンの著作メガロポリスアメリカ合衆国の都市化された北東部海岸線で初めて特定された。ここに含まれる都市は経済的な結びつきが強くまた交通でも通信でも連結されており特に鉄道用語としては北東回廊と言われる。 ゴットマンによれば、ボスウォッシュは、アメリカ全体に、地域社会がその中心外で買って得ていたような大変、多くの基本的サービスを提供しているので、アメリカのメインストリートと呼ぶに値するかもしれない。ゴットマンはアメリカで他に2つのメガロポリスを挙げている。すなわち、シカゴからピッツバーグまでのチピッツ及び、サンフランシスコからサンディエゴまでのサンサンであるが、 この言葉は広く使われているわけではない。バージニア工科大学の都市圏研究所によるメガロポリスを越えては、ゴットマンの研究に最近の傾向を入れて更新した試みであるが、北東部大都市圏をボストンを越えて、メイン州のポートランドまで、ワシントンを越えて、バージニア州のリッチモンドまで拡張しており、アメリカ合衆国のそのような10の地域の一つに数えている。 ボスウォッシュはメイン州南部とニューハンプシャー州から南部のバージニア州北部まで広がる。バージニア州北部にはワシントン DC の郊外にあたる大きな領域が含まれ、アレクサンドリアとアーリントンが入っている。ボスウォッシュ全体で4、400万人の人口があり、全米の16%、世界の人口の0.7%に相当する。 三つの世界都市と世界の70大都市圏に含まれる四つの都市圏が存在する。この地域には、ニューヨーク証券取引所、ナスダック、ホワイトハウス及びアメリカ合衆国議会議事堂があり、国際連合本部ビルや、ABC、NBC、CBS、ホックスの本社があり、またニューヨークタイムズ会社や、ワシントンポストの本社、さらに八つの IB ーリーグ大学のうち六つまでが、 存在する。ステートストリート、シティグループ及びフィデリティのような金。この地域は、アメリカ合衆国の経済活動の5分の1を占めており、フォーチューン世界の500社のうち58社が存在する。アムトラックの最速列車、アセラエクスプレスは、ボスウォッシュ全域にわたる電化線である、北東回路を走っている。週間高速道路95号線はアメリカでも、 最も交通量の多い高速道路であり、ボスウォッシュ全域にわたる主要交通路でもある。ボスウォッシュメガロポリスにある主要都市は次の通りである常にボスウォッシュに含まれるわけではない。通常は南部の一部と考えられている。回廊の南西端近くには小規模あるいは中規模の都市圏がある。ペンシルベニア州のランカスター、ハリスバーグ、およびヨーク。 メリーランド州のヘーガーズタウンとフレデリックの各都市圏はボスウォッシュの一部と考えられることがある。ただし地理学者によってどの都市圏を含めるか排除するかには異論がある。ありがとうございます。